日の前に参加した本町の村松明子さんにお話を伺いました。私が子供の頃はうちでお日の前をやって、本町はの今の2丁目のところはうちでやっていたので、で参加するというか家にいたという形ですね。で途中でどうも私はっきり覚えてないんですけど、私が中学から高校ぐらいになった時に家が形が変わってしまったので、で今 JA になってる浜松屋さんっていうところに一時場所を変えてやってたらしいんですけど、そこもやっぱり道が広くなった関係で場所がないということで、どうも岩室神社の方に移ったってことらしいですね。本町に2丁目、今の2丁目の方が全員集まって、でおんひらひらと言って全員で100回唱えて、で大きなそろばんで数を数えて、でそれが終わると子どもはお茶、お菓子をいただいて、それでみんな帰って、で大人は隣の部屋に場所を移して、で町内の八百屋さんだとか、あとお魚屋さん、あとお寿司屋さんもあったので、お寿司屋さんでお寿司を持ってきていただいて、でそれで半分忘年会のような形で来年誰が何をの当番になるってことを決めながら、秋葉さん の, お日の前をしたという形みたいですね。外でやるっていうことと場所が狭いので子供が集まることができないんですよね。でとりあえずうちでやってる時は我が家にいるっていうこと で, で子供は唱えてるかどうかっていうのは微妙な問題で、そこに入れいて、で最後にお菓子をもらって帰るってことですので、私は自分の家だったので、そこに準備から座布団を用意したりとかそういうことをしていたので、前の方にいて、うちの1、2丁目は岩室神社でやってるので場所も狭いので子供が いなかったんですけど、3丁目4丁目の場合は今壊しちゃってるんですけど交流センターでやってたんですね。同じようにで、その時には子供が参加していたらしいです。でも今は子供がいない状況ですね。そうですね。で1、2丁目も子供が少しいる、何年くらい前でしょうね、10年くらい前まではうちの子供が幼稚園くらいまではお菓子だけもらったんですよ、お日の前の時になると。でだからお日の前だっていうことっていうかと一致してるかどうか分かんないんですけど、12月になると町内でお菓子をくれるっていうのは子供はあったかもしれないです。ね、まあ御ひらひらっていうことで僕もいろいろ素人なりにこういろんなこうの本なんかを見させてもらったんですが、なんか本筋は御ピラピラがなんか正しいじゃないかって、まあ言う方先生の言う方によってちょっと違うんですけれども、なんか御ピラピラっていう御ピラピラ兼ピラペンのソワカっていうやつはインドの宗教から出たと言われていて、ボンゴの一つでそれで日本へ。まあ、広まったということで、その、まあ、意味っていうかそのオンヒラヒラの一言一言になんか専門家はいろいろこう専門的に解釈してるんですけれども、まあ、難しくてねちょっとお話はできないんですけれども、要は秋葉神社の始祖っていうかの始祖を守っていくっていうようなことをこう言ってるということで、それを唱えることによって今の人間の苦難、7つの苦難を救うということと、それから8つの幸福を授けますよと、まあ、言われているんですが、まあ、ものによってはまあ12とかもっと数が何色が違うようですけれども、まあ、そういうことで始めていたのが火災、まあ、特に金谷は火災の町って言われて、もう火災がとにかく多かったんですね。歴史から見ても多いもんですから、ちょっと本の中に大井川が氾濫すると島田が流されると、それから金谷は
もうしょっちゅう火事があるということで、まあ、当時の雛歌で島田なるる金は焼ける殿の関札どこに立とうってのは殿さんがさこの参勤交代の中で上り下りするときに宿をどこにしようとかその関札っていうのは殿さんの名前を宿の前に出すらしいんですがその立つ場所に困ったという、まあ、言われがあるようですが、まあ、それほど火事が多かったんですね。それで特に金屋の近年の火事というのは明治11年に、まあ、大火があって明治11年の12月の31日つか大晦日に火災があってそれで今のお祭りしている田町と本町の周辺からずっと東へ行って大城川っていう川があるんですけれどもその川の間の民家が252軒焼かれた大きな大火がありました。それでまあそれを大火を契機になんか急速に金屋はその火事を防ぐとか火防の神さんということで明和神社に心を立ったり地割を取ったったって急激に増えてきたような聞いてるんですけれども、お日の舞という神事を通して金屋の人たちは一年に一度火の恐ろしさを再認識しているんだなということがよく分かりました。今回は古くから伝わるお日の舞についてお送りしました。